発売中、はい、お願いします。最初はグー、チョキ、はい、どうぞ。お金がフラッグ、お互い必殺コールを使うトレッキラ、よし、まずじゃあいきます、うん、チャージ&トロー、はい、コール、2点、よくやった。10です。何だろう、さあどうしよう、どうしよっかな。チャージ&ドロー、勝てそうに、やべ、間違ったぞ、完全に間違ったぞ。1ゲージ、あー、剣を装備、はい、2ゲージ、装備する方法できた。お、いいの出た。お、いった。あー、リコール。来ちゃった。で、出た時0と1をコールするだけで0しかいないですね。しょうがないから、これを入れ。異なるやつだから1枚しか。こうしようかな。うん。そう、0と1を1枚ずつって書いてあるから。こいつクロスライズすると。これは効果を消すやつですね。あー、バトルしているサイズ2以下。あ、そうか。そうか、サイズ2以下って縛り結構きついな。いませんでしょ。じゃこれで剣でバシ。バシ。バシ。1点。1点受けます。3点。受けます。じゃあ9の6。エンド。ワンドロー。やばい。盤面が弱い。打撃が高いな、全部装備、なお、シトルメン、はい、で、S 脂肪1枚捨てて、はい、起動の効果でどうするやつですか。このカードをレストする、はい、して使うと、はい、相手を全員移動できます。なるほど。ジャックをセンターに、はい、します。はい、でもあんま関係ない気がしたんだけど、うん、アタックフェイク入ります、うん、センターどかすときに使うのはいいと思うけどね。アタック、はい、受けた。3点か、受けよう。はい、キャストファイナルフェイズ、はい、あ、マジか。ゲージに払って1枚破壊して、はい、コール出た。まあでもこいつはサイズオーバーで。なるほど、なるほど。で、はい、でこいつが出た時相手のモンスター破壊します。うわ、はい、強っ。3点強いな、強いな、それやべ、受けた。はい、タイムです。ドロー、やばい、引きが500円デッキで何も強化してないやつで強化したデッキに勝てるとはすごい、やばいぞこれ。よし、これでドラガームズ捨てて2ドロー。2ドロー。1枚、2枚。引ける。弱いよ。弱い。コール。お、あ、それ2回攻撃。うん、でもソウルにあるとね。じゃあ連携。連携。うん、どうしようかな。1キル。キャスト。うん、何これ。3000パンプか。反撃？反撃。うわー、はい。どうぞ。ワンドロー、うん、ワンドロー、死ぬ死ぬ。ドロップゾーンって何枚あるんですか。 1,2,3,4,5,6,7 7枚か。何、10使えなかっ
13枚ある時ってやつ、なんかそういうのいたよね。それとは違う、チャージ&ドロー、はい、まあでもダメージ与える効果があったんですけど。あ、なるほど。じゃあアタックフェーズ、はい、アタック、そこは断る、プラス1、はい、スタンドドロー、チャージ&ドロー、コール、連携、また来た、破壊します、ファイナルフェーズ、ゲージ、ジャックナイフ、ドラグナウォール、3点受けます。面白いね、ファイナエンド、バンドロー、必殺コール面白いね。これ重ねるモンスターの指定ないもんね。これでも OK。 あ、で移動できるってことですか。ね、2枚以上ないと、今1枚しか、あ、2枚ある、移動得る、うわ、移動得た、きつい。で貫通ですか、うん、移動貫通、あと攻撃力が今2000バンプ8000です。うん、強い、強いですね。ハンド2枚、あ、これはいけるぞ、いけんじゃないかな、これやばい、どうする、すごいね、これドラグアームズからの必殺コール強いね。このまま、あ、もうチャージアンドドローしましたよ、はい、どうですか、どうする、なるほど、でゲージ1、このターン決めに行きたい風ですね。手札ないんだよね、はい、オッケー。いやでもこのターンじゃ決められない。こっち残りライフ4だよ。こう、シトルベンダーとか。じゃあ、アタックフェーズ入ります。え、これ対抗もしかして。でも手札捨てちゃったからできないよね。はい。だから移動しないですよ。はい。うん、じゃあ、ファイターに1点。1点受けた。じゃあ、3点。そこは持ってた。はい。2点。そこも持ってた、うわ、完封。じゃあハンドがないんでドローでアタック。ああ、負けました。ありがとうございました。チャンネル登録、 Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたと